中年なう、浅川図です。くだらないもの工房の匠です。今回はね、 えー、梅宮杏奈さんが父の愛した家を手放すまでの葛藤というね、あの、ーものね、記事がすごくね、まあ身にしみるというか、梅宮杏奈さんね、えー、っと、2校上だから52 2歳かな、今、多分。ああ、そんなになるんだ、もう。ねえ、なんかずっと若いイメージがあったけれども、<laughs> そういう感じか、と思って。で、梅宮達夫さんが5年前か、2019年に今、亡くなって、 で、その、梅宮達夫さんが最後に住んでた家を、まあ、梅宮杏奈さんが、まあ、相続して、うん、真鶴っていう、えー、箱根とかの湯河原の方かな神奈川の、だからこう、地図でね、ちょっと確認したんだけれど、あの、ぴょこって出っ張ったとこがあるんだよね。真鶴岬っていうのかななんか海の見える丘みたいな感じですかね。そう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 。そこになんと700坪の家を持っていたと。 また大変そうだな場所的にも。管理がね、特にあの、海沿いの家ってすぐ傷むんだってね、やっぱね。ね、c でダメになっちゃうらしいですからね。で、そこを引き継いで、思い出が詰まった家だから、あの、梅宮杏奈さんが、あの、まあ、多分東京からわざわざそっちに引っ越したんだけれど、実際住んでみるってなると、修繕費とか、その、維持費か。 700坪もあるから、いろいろあちこちで、こう、壊れたりしてきて、最終的にボイラーが壊れて、これもうダメだっていうんで、<laughs> あの、家を売るとなったと。不動産屋さんといろいろ相談したりとか、まあ、時にはこう、いろいろ、この人には売れないとかって、まあ、いろいろあったみたいなんだよね。はなるほどね。 お金だけじゃないんだ。気持ちを組んでくれる人じゃないと売れないっていうんで、最終的にすごくいい人に、まあ巡り会えて、この人だったら売ってもいいっていうんで、売って、 で、やっぱその人すげえいい人だから、売った後もたまには遊びに来なっていうんで、なんか去年あたりに、やっぱりもう思い出もあるだろうからっていうんで、こう遊びに来たっていう、もうその、売った先の人ともいい関係を保ってて、で、実際に思い出は詰まってるけれど、老後のこととかを考えると、確かに自分、ここでずっとっていうのはないなっていうんで、うん、まあ最終的に私はやっぱり賃貸派ですねっていうふうに、こう締めくくってると。まあ、これはお父さんが、 わかりやすい昭和の人じゃないですか。ねえ。本当そうなんだよね。昭和のおっさんって感じなんで、多分相当な豪邸で、あの、お手伝いさんとかに全部やってもらって自分はお酒飲んでるみたいな、そういう暮らし用に作ったと思うんですよ。ってなると現代人である、 我々が例えばそこに行ったとしても、多分持て余すでしょうね。生活しづらいんだよね、きっとね。うん、あとね、これ、そっちに引っ越しした時に、救急車を呼ぶようなことがあったらしいんだけど、まあ、結構遅かったらしいんだよね、はははは到着するのが。なるほどね。そういう色々インフラの不便さとかを考えると、 ちょっとなってん、ね、で、で、まあ、その最終的にボイラーが壊れたのがもう引き金というか、これはもうダメだと。あの、見積もり取ってもらったら180万かかると、直すのに。<laughs> <laughs> じゃあ、売るわと。そうね。ここ書いてありますけど、まあね、お父さんはめちゃくちゃ稼いでるから。そうそうそう。いいとしても、娘はそこまで、ね。 お父さんほどの稼ぎはないでしょうからね。その芸能活動もそんなに目立った活動されてるわけではないだろうから、うん、ってなると当然現実的にやりくりするってなると、その自分の収入に見合った生活にをしなきゃいけなくなるっていうことだと思うからね。うん、まあ豪邸でしょうから、売ったら売ったでね、そのお金は入ってくるだろうから、っていう。うん、で、なんかね、梅宮達夫さんエンディングノートを記入してたらしいんだけれど、 はいはい、ほぼほぼレシピなんだって。<laughs> <laughs> らしいなっていう。あまあまあまあそうですね。料理と釣りが好きなちょっと怖いおじさんみたいな感じですね。イカ釣ったりしてその場で食ったりとか、それで料理のってもあるけれど、それで、その、相続とかも特に書いてなかったんだって。ほうほうほう。じゃあ奥さんは何割とか、 え、じゃああんな、れとかっていうのもなく、そのまんまだから、その法廷通りに、えっ、ー、と、だから奥さんと娘さんと孫さんみたいな形で争いもなくっていうことで良かったみたい。 で、ほら、ああいう人だからさ、隠し子がいるんじゃねえかとか、いろいろ疑ったらしいんだけれど。<laughs> なんか、地方、地方にいそうですよね。そう。で、それがあると、ほら、犬神家の一族みたいな話になっちゃうわけよね。うんうんうん。亡くなった後に出てくるわけよ。私が本当の子供だ、みたいなんか。で、今回はそれがなかったから、その遺産相続も、あの、すんなりいったと。<laughs> なるほどね。もう亡くなるちょっと前ぐらいにそういう話をしたかったんだけど、やっぱり、 まだ生きてるうちにそんな話するんかみたいなんでちょっと怒られたと。 はあはあははあ、はなんかなそこも昭和ですね。これはね、まあ俺らもよくその話するけれど、やっぱ生きてる間にまだね、その話しにくいんだよね、親とね。うん、親のその貯金とか、その遺産とか家の手続きとか、生きてる間にこう整理しておきたいじゃん,うん、うん、その銀行の口座の暗証番号とか、本当は生きてるうちにもう聞き出しておきたかったりするんだけれど、うん、それもまあ向こうからするとやっぱ、 警戒することになっちゃうよね、やっぱね。まあね、俺の金をどうする気だっていうね。そう,そうそうそう。いや、生きてるうちは手をつけないよって、死んだ時大変だからと思うんだけれど、うん、まあそれもそうかな、まあ無理だなと思って。なんかあれなんだって、こう有名人ならではの、こう、弊害があって、<う>銀行の凍結が普通より早かったんだって。 <laughs> あそうか亡くなったのがバレるからかそう亡くなったニュースがすぐ出ちゃうからそれ見て銀行の側でああ,はあ,、はあ、あってその死亡届とかを出す前に多分凍結されちゃったんかもしんないよねうん、うん、なるほどねでまあそんな感じでこの、まあ、亡くなった後にいろいろこの手続きやら何やらしてまあ8ヶ月ぐらい全部でかかったっていうふうにはあはあ、はあ 書いてあるけれど忙しかったんが逆に良かったっていう風にも書いてんだよねああ、その鑑賞に浸る暇がなかったみたいなそう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 それはでもほんと他の人でもよく聞くんだよね亡くなって悲しんでる暇がないぐらい忙しいからでもそれが帰ってそのなんていうか落ち込まなくて良かったなって っていうのは聞いたことあるから。まあ、葬式のメリットなんかは一つそれがあるっていうよね。その、悲しんでる暇がないっていういろいろこう、手続きとか、その人を相手しなきゃいけないからっていうんで。まあ、次から次へと、これをやんなきゃいけないっていうのが来るからね。亡くなった時とかって、ポツンと一人の時間があった時がすげえやっぱ、やばそうな感じするじゃんで。ぽつと来る感じしますからね。ね、落ち込んじゃうイメージあるから、そういう周りに人がいたりとか、このイベントが発生してたりすると、そういう 暇ががねえっていうのが、うん、あなるほどなーってそ子供としてもそういうことはあるのかなっていうね気はしたかな。えー、でもまあそのお父さんの趣味の家と自分の好きな家ってまた別じゃないですかきっと。そこなのよね。思い出が詰まってるとはゆえ とは言え、邪魔は邪魔だもんな。そこがだからやっぱり数年経つと現実に引き戻されるわけよね。うんうん、このだから思い出が詰まってるっていうのも、亡くなってすぐだとやっぱ感傷的な気分があるから、うん、当然その親の持ち物とか親と一緒に過ごして記憶があるからこれは手放せないってなるんだろうけれど、うんうん、だんだんその悲しみが癒えてきて現実的になってくると、いやインフラ不便だなとか、うんうんね、近所のスーパーに行くまでこんなに距離があるんだなとか、だね ねあったりすると家の暖房やら何やらがまあお金かかったりするわけでしょうねってなるとこの先自分がじゃ最後亡くなるまで過ごすにはこれはないなってなっちゃうわけだよね。<ー>でまあ結局まあ手放す決断ができたと。でまあなんだったらお母さんはよくぞ言ってくれたっていうふうに言ってくるらしいんだよね。<laughs> なるほどね。<laughs> 梅宮達夫さんの、だから、奥さんだから、なんだっけクラウ、クラウディアさんだったっけね、はいはい、結構有名な方でしたけど、それ、お母さんともこの合意が取れてねえと売れないからね。まあそうですね,ね。この人はちょっと嫌だって言ったらそれまでですからね。そうそうそう、えー。パパとの思い出が詰まってるからダメってなっちゃったら、これはもう、ぶっちゃけ両親が死なねえと家って売れねえなってなっちゃうけれど。これ、うちの親からもね、言われてるのが一個あって。うん。その、 まあ、うちって結構10年ぐらい前に改築というか、リノベーションでがっつりきれいにしてるんですよ。実家が。で、場所もいいんですけど、俺が住むには住みにくい家なんですね。結構急な階段があったりとかで、あの、なんつうのかな、<ー>道具の持ち運びがすげえめんどくさかったりだとか。なるほどね、うん。で、 まあ、そこに、例えばだけど、まあ、両親が亡くなったら、もうここは誰かに売っちゃっていいから、みたいなことは言われてるんですよ。あ、そうなんだ。親がもうそういうこと言ってるんだ。そうそう。で、もっと便利なところに、あの、家借りるなりした方が絶対いいから、みたいな話はしてるんですけど。ね <laughs>、売ったお金で資金にしてっていうのはね、全然できるからね。で、それはそれでいいとして、それって両親がいない状況が前提で、 片方が亡くなっちゃった場合どうするんだろうなとか。まあ例えばお父さん先亡くなってお母さん生きてる間にじゃあ、うん、住む人数も減ってきたし、売ろうかで、まあお母さんが OK とする。ただ、難しいのがさ、その、うん、まあこれも本当によくある話なんだけれど、年取ってからのその引っ越しとか、認知症のきっかけになったりすることがあるらしいんだよね。はいはいはい、よね。環境が変わっちゃうと。かといってその広い家に、 片方だけ一人で済ませておくのがちょっと怖いんでね。ってなると、やっぱり家の近くにアパート借りて、面倒見つつ、で亡くなったら売るとかっていうのが、まあ、そのパターンの人結構多いんだよね、やっぱね。うん、話聞いてると。あとはまあね、あの、匠くんのところは、その、兄弟の話もあるだろうから。そうなんですよね。一番下の妹がまあ、親とまだ住んでるんで。 そこがもう最終的なケアをする人になるんじゃないかなとは思うんですけど。<laughs> 妹が売らないって反対したらこれまた話こじれるわけだしな。こじれるから。私はここにずっと住みたいのっていう可能性は全然あるからね。どうなんだけど、うなんだろうね。家をま相続するってなった時に、うん、例えばそれを売って現金化すれば、じゃあ兄弟3人であの均等に分けられるけれど、うん、家としてのその物としての財産ってなると、 その分、あれか、お金を減らすって感じになるのか、じゃあ、妹は、家を引き継ぐから、現金は少なめってなるんかな遺産のっていう。何かしらの分配方式があるんでしょうね。仮に、じゃあ、えっ、ー、と、親亡くなって、えー、家と、えっ、ー、と、貯金が1000万あったとしますと。うんうん、で、妹は、じゃあ、家を引き継ぐから、貯金の方の1000万はなしね、とかっていう話になるのか けど、家引き継ぐと、まあ、家賃は払わないでいいけど、うん、その、家の修繕やらないやらで結構お金かかるじゃないですか、ほんでもさ、それは自分が住むって言い出したんだから、それは。じゃあそっちかってなるのか。結局それでやっぱ話が揉めるわけだよね。まあそうですよね。だ家の資産価値がこんなもんでって言って、で、全部合計してそれをきれいに割るっていう話になるんでしょうね、きっとね。 こればっかりちょっとね、その家の価値とかね、それぞれだから、ただでもね、ゼロ円になることは場所柄的にないと思うから、うん、かといってね、兄弟で住むっていうのもまあないだろうからね。まあないですね。結婚しないにしてもね。うん、結局、 昔は、2世帯とか3世帯で住むもんだと思って作っちゃってるわけだよね。うんうん、結局だってあれでしょその結婚してる妹さんの方はもう出てっちゃってるんだもんね。そうですね、はあ。なんかその辺があれだよな。やっぱり作った当初とちょっとこう、お父さんとかの思惑とずれてきちゃってるんかな。あ、もう鼻からずれてますからね。<laughs> その、<laughs> 本来だったら家族、うん、父親、母親で、うん、で、俺のところの兄弟が3人。うん。 で、仲良く住む用の部屋割りになってるはずが、まあ俺も妹も出てっちゃってるので。お父さん的にはそれで、妹が結婚して、妹夫婦とかっていうのもちょっと考えてたんじゃねえのかな違うんかなまあ、一時期その、うちの妹一号の方の旦那と妹がその、家作るまで、家建てるまでは一緒に住んでたっぽいんですよね。なるほどね。そうかそうか。それも、そういう使い方もあるわけね。 でもまあ、そうか、その結婚してない方の妹さんの方はまだいるわけだから、まあ当初の生活の仕方をしてると。うん、そうですね。まあね、親の唯一の大五さんが、その下の妹が全く家事ができないってことですね。<laughs> <laughs> そう、いわゆるそのまま子供ばになっちゃうんじゃねえのはは <laughs> 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 全く掃除とかができないらしいので。まあ、たくみくんも、でもな、まあ、もう同棲して、ね、でも長いから、確かに、今のパートナーさん連れて、実家はねえわな、なんと思うんですよね。まあ、その部屋の空きはあるにしてもね。うんうん、で、俺のほら、生活スタイルが、基本的にこう、部屋の中で自分一人で喋るし、はいはい、夜中とかまであるんで、基本的にこう、人と暮らす ってのに向いてないんですよね。あー、わかるわかる。それは俺もそうだもん、完全に。うん。それで一緒に住むようになったらやっぱうるせえとかっていう問題が絶対出てくるから。そう,そうそうそう。そうで、最初はほら、その仕事だったらいいよみたいな、向こうも情報するでしょうけど、<ー>それ仕事なんみたいな感じになってきて、徐々に徐々にこう、何かしらの問題がね、出ると思うので。いやー、ほんとこ住まいの問題って難しいね。うん。なんかそういう昔ながらの、 家族団らんっていうのは本当にもうね、できなくなってきたら、そのサザエさん的なっていうのは本当に難しいよね。ねえ。あの暮らしはもう無理だと思いますよ。サザエさん的な、全員で住むっていうのは。<laughs> そもそもサザエさんち自体がすげえ実は豪邸っていう話があるからね。あそこはだいぶ広いですからね。だいぶ広い。あの、しかも平屋で、東京のまあまあいい、世田谷かなんかなんでもんね、だってね。うん 洋画家はどっかなんでしょすげえいいとこじゃんって思いながら。<laughs> 庭付きの一。平屋一個だね。平屋で。部屋がめちゃくちゃ多いっていうね。うん、超お金持ちかも、あの、地主じゃないと無理よ。<laughs> まあ地主だったら一応いけるか。一応ね、昔ながらの家を持ってりゃね、いいんだろうけれどっていう。うん ということでね、まあ、今回この梅宮ンナさんのこのインタビュー読んでいろいろこう、ちょっとね、そのなんていうか、現実的な正解っていうのがね、だんだんこう、年を追うごとにこう迫られてくるというか、うん、うん。いや、おなしにこういう時期をそのうち迎えるんだなって思うよね。 まあそうですね。少なくともあと10年、20年のうちにはこういう話になるでしょうから。特に親が亡くなった時にそういう決断が必要になってくんじゃないかっていう。うん、これは本当まあ自分にも当てはまるから、今特に親と一緒に住んでてこの築50年の家をこのまま引き継ぐべきなのか壊すべきなのかっていう。うん、で、それは兄弟ともいつか話し合わなきゃいけないしとは思ってるから。うん。 確かに住み心地はいいんだけれど、この先このままここでいいのかっていうのはね、その自分が年老いた時に、うん、もうちょい便利なとこに住んだ方がいいんじゃねえとか、その。それはありますよね。ね。駅近とかもうちょい東京に近くの方がいいよなとか、うん。その問題は本当出てくるからね。っていうことでね、今回はこのね、梅宮ンナさんの父の愛した家を手放すまでの葛藤というお話でございました。 くだらないもの工房の匠です。VR チャットっていう、今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、えー、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、えー、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の入門コースを作りましたので、えー、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡ください。よろしければチャンネル登録お願いします。